もう遅い。待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、別にあんたの心配してたんじゃないんだからね。勘違いしないでよね。あの、一応友人のふりをしていただかないと。それらしく見えるように私に合わせてください。ひょっとしてどこか変ですか？ちゃんとできてますよね、友人のふり。いわゆる学友って一般的にこんな感じですよね。え？それは妙ですね。友人に関する参考資料を間違えた。え？いつも通りでいい？おっしゃる意味がよくわかりませんけど。そんなこと言ったら私とあなたがすでに友人みたいじゃないですか。あ、なるほど。今のがかの有名なあえて滑るギャグ。やりますね。迫真すぎて私、形ばかりのノリツッコミを忘れてしまいました。と言いますか、あなたもちゃんと勉強してきたんですね。少し見直しました。とにかくようこそ神城へ。さあ、ロビーを見学するふりをしましょう。案内するふりをしますから。ここから別行動？でも本当にどうやって侵入するんですか？え？消えた？アバターもアカウント情報も。おや、友好お嬢様、お友達はどちらへ？え？お友達は、その、かくれんぼをしてます。え、かくれんぼ？そうです、何か問題が？いえ、問題と言いますか。かくれんぼには適した環境でしょ。ここ広いですから。ああ、そうですね、広いですもんね、ここ。ちなみに私が鬼です。そうですか。頑張ってください。はい、必ず見つけてみせます。その息です。それでは健闘をお祈りしてます。お友達にもよろしくお伝えください。よろしくと彼が。アカウントをシールするプログラムですか。しかもデジモンプログラムによるハッキングスキル。でもあなたや京子さんの言う領分は確かなもののようですね。安心しました。用が済んだらここで合流して外へ出ましょう。あまり長く時間をかけないでください。かくれんぼでごまかすのはさすがに限界がありますし。では後ほど。
無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ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 。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。行け。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。行け。
無理しちゃダメだよ。うら、無理しちゃダメだよ。行け行け、行け。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。続けていこう。守備はどうかな。通信先が消失しているところを見ると、助手は作戦行動中のようだが。はい、騒ぎにもなっていませんし、今のところ順調かと。うん、なかなか手際がいい。ええ、私も少し驚きました。あの人がここまでデジモンプログラムを使いこなしているなんて。いや、君のことだよ、上白優子さん。え？社内見学の手配といい、所持への対応が正確で素早い。よほど手慣れているように見える。そう言われても、私は私です。他の何者でもありません。うん、まだ何か。ああ、これは。え？今のは。まずい事態になりそうだ。どうやら会話が盗聴されているらしい。おそらく現実世界の君のデジバイスに盗聴プログラムが仕掛けられているのだろう。もう少し早く気づくべきだったが、特殊な周波数帯を使ったかなり巧妙な細工だ。相手は相当なやり手だ。盗聴、そんな。うん、不本意ではあるが、ここは早々に引かせてもらおう。勇気ある撤退というやつだ。急がば回れ。この種の作戦は地道に焦らずが基本とすべき精神だよ。でもまだあの人が中に。うん、作戦の中止を伝えることは難しそうだな。何、私の助手だ。自分で何とかするはずさ。そんな。
他人の心配をしている場合じゃない。君もここは引き下がりたまえ。あ、私は助手の透明人間化の効果が失われるのを待つ。脱出時足跡を消すなりごまかすなりのことなら外からも可能だろう。とにかくこれ以上の会話は危険だ。通信を切らせてもらう。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。行くぞみんな。行け。行け。行け。みんなよく頑張ったね。あいつも人使いあれよな。おい、やめとけって。チッ、つーか意味あんのかよ、2杯だよな。天下の亀城様のセキュリティがそう簡単に抜けられるわけねえっしょ。ビビりすぎだっつー話。
どくせえ、めんどくせえ。やめろっつってんだろ。ここはあいつらの腹の中だぜ。どこで聞かれてるかわかんねえんだぞ。そう、こんな風にいきなり現れたりて、てめえどっから湧いて出た。なんだよこいつ、マジで侵入者。ここ天下の神城様だぜ。何者だてめえ。つーかこいつどうするよ。どうするって、そりゃ始末するしかねえじゃん。命令だしよ。お前たちここで何をしている。ユーゴ、なんだってユーゴがこんなとこに。死ぬかよお前たち。神城の社員 ID を偽装しているのか。いや、神城の人間が呼び込んだ。誰だ、誰がお前たちをここへ。さあねえ、答える義務とか僕らにありますかね。ねえザクソンの誇りを怪我すというのか。チョリース、皆さんお揃いで。出た神殿さんの悪魔を締めるエアエアギター。イエー、アイアムジミーキャー。イエー、どうもお疲れ様です。ユーゴさん、こんなところで会うなんて奇遇ですね。奇遇すぎて逆にロックですね。あー、伝わるこのフィーリング。お前まで一体どうなっている。さあどういうことかな。どういうことだろうね。逆にどういうことだと思います。つーかホワイ、あんたはどうしてここにいるわけ。つうか、あれはいいわけ。プゲル、だんまりですか。そうですか、まあそうですよね。言えるわけないよね、ユウゴちゃん。オッケーそんなことよりですよ、こないだはずいぶんお世話になったっけな。あは、あん時のお礼にさ、コテンパンに乗してやっからさ、お前らおとなしく俺っちのデク人形になっちゃえば。オッケー、ヒャッハー。行け。
ほら。デジモン弱っ。ロックじゃねえな。お遊びにもならねえじゃん。つーかワッツ、今日はなんだか喉の調子が悪い見たとですし伝わる？このバッドフィーリング。イエスオフコース。じゃ、そういうことで。君も早く逃げろ。周辺エリアのセキュリティは僕が解除してある。今のうちなら安全に脱出できるはずだ。繋がったな。作戦は中止だ。直ちに撤退したまえ。ほう、調査資料を見つけたか。ではなおさら急いで脱出だ。我々の作戦は敵に筒抜けだった。どのような妨害があるかわからない。くれぐれも用心しなさい。もう去るものだな。盗聴を仕掛けた人物に心当たりは？まあいいさ。欲しかったデータは手に入った。結果オーライというやつだな。さて、戦利品の中身を確認してみるとしよう。その資料の中には上城による違法な企業買収の詳細が記録されているはずだ。ナイルコープの件もしっかり記載されていますね。あった、山品誠についても。そうそう、確かこの男がナイルコープの主任研究員だった。職人肩着で研究一筋って感じの男だ。それが今では職を変え、かつて自分のいた会社を買収した上城の名前すら知らないと主張している。ん？どうした京ちゃん。これは興味深い。ナイルコープには山品誠の他にもう一人主任研究員がいたようだ。スエドウ・アケミ。そういえばそんな奴がいた気がするな。
人間嫌いで人前に姿を現さなかったからほとんど印象がないが、しかしこいつは何者なんだ。私も詳しく知っているわけではありませんが、スウェードン・アケミはエデンネットワークの基礎を築いた人物の一人だと言われています。エデンを？こいつは？スウェードンが主に研究していたのは精神のデータ化、エデンの仮想現実サービスの根幹をなすアバターシステムはほとんど彼の独力で実現したようなものだそうです。しかしまさかナイルコープに身を置いていたなんて。なあ京ちゃん、この件一旦俺に預けてくれないか。ずっと心残りだったんだ。もう一度徹底的に洗い直したい。俺たちのやり方で。本職の刑事さんがそう言うのなら拒む理由はありませんよ。すまんな、この資料借りてくよ。存分にどうぞ、父によろしく。うん、じゃあまたな。というわけだ。本職の刑事さんの手で調査は続行される。構わないかな。無論我々も調査に協力していくつもりではあるが。では失礼します。ふん、それぞれに引きこもごも思うところありといった様相だな。君もご苦労だった。今回の調査は探偵家業の中でも刺激的な部類に入る。心身ともに疲労したはずだ。一休みしたまえ。うん、いい心意気だと言いたいところだが、休めるうちに休んでおくのも仕事のうちなのだよ。それこそ事件は待ってくれない。休みたくても休めない状況に陥る可能性は常にある。だから隙間があれば休息を取る、いざという時のために。特進がいかないか。よほど元気があり余っているようだ。よろしいならば仕事を与えよう。君にしかできない特別な。初歩的な推理だよ。しかし実験台とは心外だな。私としてはねぎらっているつもりだったのだが。ふん、では今回は君の好みに合わせてみようか。そうだな、まずはイクラとウニ、どちらがいい？ちなみに私のおすすめは両方だ。あとおでんを添えてみようと思うのだが、具の選定については君に一任するよ。さあ何がいい？ちくわかはんぺんか大根か牛すじか。この際全部持ってみるのはどうだ。さて次にどう動くかだが、やはりさらなる情報収集が肝要と見る。都内各地で起こるデジタルウェーブ以上多発する怪事件、そして反電脳体となった君の存在。上城の一件を又吉刑事に預けた今、さまざまな視点から内外に目を向ける必要があるだろう。おや、来客のようだ。ここが又吉さんの秘密兵器かよ。うへえ、うさんくせえ。マジうさんくせえ。ようこそ信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼ですか？警視庁刑事部電脳犯罪捜査課第一強行犯特別分室所属。はっ、
こっちの素性はお見通しってか。ますますうさんくせえ。まあこっちもあんたのことは調べさせてもらったけどな、そっちのお前もついでにな。よ、また会ったな。うさんくさいか。個性的かつ意外性のある言動および服飾センスを有する警部補殿の口から出たにしてはいささか凡庸な表現だ。ああ。しかしうさんが臭いとはどういうことなのだろう。そういう不可思議な周期が存在するのだろうか、それとも言葉のあやに過ぎないのだろうか、気になるな。おい、んなことはどうでもいいだろうが。まあいいや、素性が割れてんなら話は早え。あんたら又吉さんの捜査手伝ってんだろ。ってことは当然私の捜査も手伝ってくれんだよな。な。ああもちろん、しがない探偵として警察機関への協力は当然の義務で惜しむべくもないよ。というわけだ女子君、私の義務は君の義務、君の義務は君の義務、しっかり義務を果たしてくれたまえ。おっと、私はこれで失礼する。依頼者と外で会う約束があるのでね。あ、お前今エロいこと考えてんじゃね。じゃ逮捕な。噂くらい聞いたことあんじゃね、秋葉の神隠しってやつ。秋葉原周辺で10人近く失踪してる。半分は捜索願いも出てねえし、まだでかい山にはなっちゃいねえが、大の大人が理由もなくポン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 姿消すか、たかだか二月そこらの間に。異常だよ異常、大事件だよ大事件。だってのに上の連中と来たら関連性はまだ認められねえだの、そもそも自分らが動く山じゃねえだの。私の勘が捜査しろっつってんだ、文句あっか。星あげてやっから黙って捜査させやがれ。てな感じで上にブチギレたら又吉さんにぶん殴られた、つうかボコボコにされた。で上もドン引きしてその場は収まったわけだ。私はまた又吉さんに助けられちまった。まあそれはともかく、あの偏屈親父がややこしくなりそうな山からあっさり身を引く理由がやっと分かったぜ。秘密兵器、ここを使って単独捜査してやがったんだ。だったら私が使っても文句はねえよな。お、分かってんじゃねえか。そんじゃま早速始めっか。今送ったデータは失踪者リストだ。秋葉の神隠しの被害者だな。まあ事件にもなってねえから詳しい資料とかはなくてさ、都内の失踪者の中から関係ありそうなやつを私の勘で適当にピックアップしたんだけど。ああ、なんか文句あっか。うわ、やべえ、またよしさんから呼び出した。じゃあ私は行くからな。お前はリストにある失踪者についてとにかく情報を集めてくれや。絶対なんか出てくるはずだ。共通の人物とか場所とか趣味とか、刑事ドラマじゃ大体そんな感じだし間違いないね。ああ、この件おっさんには内緒だかんな。チクったら分かってるならよし。どうだ、若い者同士会話は弾んだか。
冗談はさておき、面倒な相手と関わり合いになってしまったな。とにかく君が引き受けた仕事だ。しっかり働きたまえ。私は又吉刑事の手前もあるのでね、表立って動くことは控えるよ。安心したまえ。無論サポートをする。では早速と、君は何をするつもりかな。なるほど、秋葉原で失踪者について聞き込みか。足を使った現場百遍の心がけは探偵家業には欠かせない。ところで調べたところ、うさんとは怪しい、疑わしい、油断。確かに探偵は我知らず、うさんな匂いをまとっているのかもしれないな。だがそれが隠れ蓑にもなっていると。私の、君はただでさえ型破りな電脳探偵だ。この先どのような周期をまとうのか、実に楽しみだよ。